はい、皆さんこんばんはが、こんにちはが、おはようございますか、わかりませんけれども、第7話決戦、命の限りの方を挑戦していきたいと思います。イエス。はい、ですね、まあここ最近ちょっとテンションの低い動画になっていたと思いますんで、今回はちょっとテンションを上げて、もう実況らしい実況で進めていきたいと思います。ちょっとムービー中はちょっとまあ静かにしますけれども、とか言いつつも、まあ、やったぞ天界様の勝利だ、わらわは嬉しゅうございます。ああ、なぜ、なんという力だ、なんで弥勒だけがこう集中的にやられたんですか。まあ前回ね、無駄に逃げたからですかね、しゃあないっすよ。偉いっすよね、こんな爆発してなんで帝撃が大丈夫なんかぐらいの勢いです。相当やばいっすよこれ。決戦、命の限り、びっくりマーク、もうなんか最終話みたいな感じですよね、タイトルだけ見たら。これが六波星光魔人か。どうえらいことになってますよ。我はクロノスカイ総帥、天我が力を持ってすれば、誰か戦争の時でも言ってましたけど、戦争でやっぱりもうそうなんですけど、こんだけあれですよ、帝都をめちゃくちゃにした後に占領することを考えると、もうね、全滅とかすると逆によくないらしいですよね。哀れな市民に、すごいですよ、はい、あの第一でしょ、こんな技術力があったらちょっと1時間だ、世界で勝てますよ、日本も。午前4時までに、政府はそんな無理なこと言うなよって感じですよ。その証として、帝都銀行の保有金100億、帝都銀行の保有金100億と、この時代の100億ってどんなもんなんですかね、今で換算したら。どう偉いっすよね、米田中将の命。約束が守られぬ時は、米田さんの名前がバレてますよね。帝都壊滅の瞬間が訪れる。コウマとの戦いの時の話が発売される予定がされなかった話で、いろいろ伏線があったんでしょうけどね、まあ、まあ4までやっとればちょっと分かりますけど。こんな脅しにバカバカしい、断固無視すべきだ。帝都市民の命が最優先だ。いかがなさいますか、総理。総理、あと1時間ある。望みは捨てぬ。すごいな、1時間でなんとかなると。米田中将の例の帝国歌劇団はどうなのかね。うん、はい、連絡をいたしました。何としても食い止めたい。いや、食い止めさそうやろ。いや、この日本を再び幕藩体制になどしてはいけないのだ。すごいですよね、あんだけ爆破したのに、あの首相官邸も大丈夫。神まぐりですよ。あ、みたいな、桜くんの容体はどうですか。おかしいですね、うちの、私が住んでいる方言でも桜くんとか言うことはないと思うんですけどね。うん、いえ、そんな、とにかく狼くん中に入ってちょうだい。あ、はい、いやー、やばいっすね。さくらくんは医療ポットの中ですか。意識はないわ、倒れてからずっとこの状態なの。どれ、これ真ん中。いや、ちょっとこれは18禁ですよ。ちょっと光の具合がね、ちょっといい感じに当たってます。体には一つもないんだわ。これ出るところがダメですよね。不謹慎。
俺だ、狼だ。いや、もういいじゃないですか。あれ、見てあげて。これ以上ですか？え、どこを見れって、やっぱまだ見なくちゃいけないの？こんな時になんだか本当に綺麗だ。え、どこ？口？非常に高まってるのよ。あくまで推測だけど、トランス状態になってるのかも。トランス状態とは？一種の催眠状態みたいなものよ、みたいな。ほほ。もう今、絶好調って感じですね。そんなバカな。なんか能力的にどうなんですかね。アイリスの方が高いと思うんですけどね。本当のことを伝える。みんな、おお、みんな、ようわかるね。よし、病気に振る舞った方が上がったんですかね。まあいいでしょう。この絵ですんごい気になるんですけど、まあ左の部屋、確かあのカプセルの部屋ですけど、と開けっぱなしですよね。そして右側の赤と青のランプ、なんですかね。よし、笑顔で応じよう。大丈夫ですよ。落ち込んでばっかりいられないよ、隊長ですから。はっはっは、ありがとうよ隊長。一番仲のいい人が来るんでしたかね、きっと。俺の命が欲しいだと？よし、いいだろう。展開、差し違えてやるぜ。かっこいいっすよね、米田さん。長官、どけ。奴らがせっかく死に場所を作ってくれたんだ。いや、かっこいい、米田さんはかっこいい。言えときません、さそやろ。長官一人浮かせるわけにはいきません。天界のところへ行くのは長官ではなく、自分たち帝国海域団花組です。そうなの？いや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 、1000を超えている。僕は7000以上。いや、さくらくんがバッサバッサ切っても7000か。地脈を抑えればみたいな。落ち着くんだみんな、何か手があるはず。大々のピンチを迎えている。ピンチは今まで何度もあった。でも俺たちはそれをはねのけてきたじゃないか。いや、すいません、このピンチは違うでしょう。いや、お恥ずかしい、咳込んでしまいましたよ。グズグズしていられねーって。残念だけど、進めるよ、言う通りよ。いやいやいや、ここはやっぱり、アイリス、考えるんだ、オガミ。どうすれば？本拠をつけば、守りを固めれば、まあ、無理ですよ。展開を打てば。そうですか。じゃあ、ここはやっぱ米田さんに特攻してもらって。こんな時のために。さあ、もう明らかに怪しいところじゃないですか。演算機がなくてもいけるんじゃないですか。俺たちの出番、出る幕の主だな、早見君。あいつはもうすぐ一人前だな。まだ一人前じゃないですか。そうです、そうでございますか。そうね、一番でかいのが天界のはずですよ。
果ね、分かってますけどね。何なんですかね、この画面。 CRT ですかね。ちょっと真ん中に降りそうな気もしますけどね。おっつ、まさかそんなところにみたいな。むむむむむむむいやいやいや、こんな時はどうでもいいんじゃないですか。なかなか仲のよろしいようで。あれは天界ではないと思う。なぜです。規則的に並んだ魔法陣の皇帝の中で、あの光だけ文字通り異彩を放っていた。みんな反対っすか。いや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 、違いますよ、違いますよと部主は申しておりますが、却下ですか。まあしゃあない、みんなの好感度が上がりませんでしたが、だって明らかに場所的におかしいですよ。普通地名区のど真ん中におるべきですよ、ゲーム的にね。あんな右上のところにおってもどうやって話ですよ。ナウローティング。スミレ君、この辺りだな。ええ、この辺りの妖気の高まり間違いありませんわ。行き止まりだぜ。まったくだ、大手だご苦労だな、過激団ってか。ご苦労だな、過激団。いやいやいや、それほどでも。あの男はクロノスカイのちゅことは、やっぱりこの辺に天界がおんねんな。貴様ごときに構っている暇はない。親玉の天界はどこだ。親玉 , 笑われてしまったよ。上野公園で私に。隊長、この男を倒して天界の居場所を吐かせましょう。それはどうかな。オオカミ君、これは罠。あやめさん、罠。まずい。総員攻撃態勢で後退へ、後方へ待機しよう。逃がさん。わお、びっくりですよ。くっ、こういうことか。またやけくそや。いや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 。くそ、敵の数が多すぎる。命を無駄にするな。この大軍とまともにぶつかっても勝負にならない。とりあえず守備陣形を試験。ああ、そういうことか。いやいやいや、ここはやっぱりだから来るんですよ。大丈夫。ほら、またどえらいことになった。私の大事な仲間を傷つける奴は許さない。お、復活しました。おお、翔平丸でしたか。復活ですよ、さくら君。プシュン。遅ればせながら新宮寺さくら参上。ガシャコン。お、かっこいい。遅いのよ、あなたって人は。主役がね、後から出てくるもんですよ。みんな、クロノスカイの本拠地が分かりました。ここは引いてください。本当？説明は後です。一気に戦線を離脱します。私の後についてきて。よし、みんな、さくら君の外へ。ええ、どうやって。天界か過激団か、どちらが勝つもよしこのセリフだけでもう怪しげですよね。よし、こんだけセーブしてどうするんでしょうかね、みたいな。再開、再開、再開、再開。どうも、今日は昼から喉がイガイガで、
席が止まらなかったんですよね。何があったのかなって感じで。いえいえ、来てもらえるだけで私は嬉しいでございますよ。さくらくん、いやー、ラブラブですね。見つかっちゃいましたね。もうせっかく二人っきりだったのに、って多分バレますよ。夢を見ていたんです。裸で寒くなかったみたいな。いや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 、これは絶対に選ばないっすよ。場の空気を読んでですね。ここは。ここ。おっと。大好きな人を守りたいなら立ち向かうことです。用事をやってきた。愛する心はどんな困難にも打ち勝ちます。愛を貫くということは命をかけて戦うことです。敵は魔を封じ込めた門の上にいます。マジっすか。それは米田さんが知ってますよ。なんだぞ桜、今なんと言った。あれ、二人には言ってないんですか。うむ、今を遡ること5年前、コーマ戦争と呼ばれる戦いがあった。この話を見たかったっすね。たった4人の特殊部隊だった。いいっすよね、ヨナヤさん。コウマに生身で戦うんですもんね。リク君対コウマ部隊ってどんな部隊だったんですか。太古の術法とは一体何ですか。我々が使用した機械に命そのものを犠牲にする恐るべし法だった。新宮寺一馬とはもしかして、さくらのお父様よ。気の毒なことをした。覇者の血。もうわずかしか残っておらん。もうでもだんだんそうですよね。この覇者の血とか、3,4 とかになっても関係ないですよね、多分。コンパシだ。大阪っすか。よし、レッツゴー。お願いします。敵体制に入れ。特に上がらんだけど大丈夫ですかね。よし行こう。いやー、ここまでで19分ですよ。やばいっすね、これ。16、次の戦いがどうなるかな。時間的には30分ぐらいで収めたいんですけどね、本当は。まあどうなるかですね。おっつ、敵がギョギョギョ並んでますが、帝国射撃団参上。ガシャコンと。で、隊長、後ろからも敵です。ここは二手に分かれましょう。はあ、よし、三組は、三人は俺と一緒に突入、残りの三人はここで敵を食い止めてもらう。大神くんを含めて3人ですか。よし、行きましょう。よし、一緒に来てくれ。次は誰だ。行きましょうか。なんか
私の記憶がうろ覚えですけど、前回もカンナが来たような気がしますね。これ確かその交換導入になったと思うんですけど、次が誰かなってとこですね。マリアかアイリスかですねと私は勝手に踏んでるんですけど、スミレはないと思うんですけどね。あ、来ました。よし行こうか。かかってらっしゃい。マリア連れてきたかったけどな。死にたいものは前に出てきなさい。ほら、一暴れさせてもらいましょうか。このメンバーで戦うの辛いっすよ。自分の中でその好感度順とはいえ失敗したかな。まあ勝手に突っ込みはいいんですけどね。ここはモンガルはここまで。怪しい建物を破壊しましょう。あー、ちょっと情報見ましょうか。敵だらけですよね。ここ水が漏れてますよね。まあ行きましょうか。とりあえずガン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 倒してって行くしかないっすわ。とりあえずよし行った。行ってかる。まあその完全にね、一人ずつ倒していけば目じゃないとは思いますが、いかんせんこれその近このメンバー近接の攻撃結構あるけど、アイリスぐらいですもんね。この遠距離から攻撃できる部分もそのアイリスの攻撃力の低さですよね。アイリス一人で任せてみようかな。にアイリス行こうぜ隊長。アイリスだけでも勝てないことはないでしょう。よし、カパウさくらくん、ですね、でまあ大体毎回恒例なんですけどね、この時間この戦闘シーンを用いての近況報告ですで、実際ですね、近況報告喋るものは実はないんですけどね。というのもまあ私がいつ動画を上げるかっていうところがあるんですけど、この前回アイリス強いんだよ。アイリス、まあなんとか戦ってもらおう。前回ですね、前回の動画を収録したのが実は前日でしてね。隊長の力を見せて。実際近況を話すとなると昨日から今日何があったみたいなことしか喋れないんですよね。なので本当にまあ特に近況ということはないんですけどね。となるとですね、まあ格段にその実況のクオリティが下がるわけですけど、かといってもうなんか収録の最初の時にこう今日はちょっとテンション上げていきますみたいなことを言った手前、やっぱ何もないっていうのもね残念かなと思うんで、こう何かないかなと今必死に思いを馳せている最中でございます。なので何なんですかね、桜大戦ネタとなるとですね、まあ最初の頃でも言ってますけど、まあ今回私はもう桜君を一筋で攻略を目指しているんですけど、
ワンに限っては、まあ、最初セガサさんで、ね、購入してやって、その後、まあ、ドリームキャストでも出ましたし、まあ、プレステ2でもリメイクして、今はもちろんやったことあるんですけど、まあ、この1のようなシミュレーション RPG のようなタイプとプレステ2で出たタイプが、その3のような、おっとこいつ2回攻撃、どっちが好きかって言ったら、やっぱ私はあれですよね、スパロボ、もう第4次スーパーロボット対戦が大好きな人間だったんで。行こうぜ隊長。おっつ、ちょっとどうしましょう、ちょっと待ちましょうか、ここ倒しといて敵が来るのを待ちましょう、急がない、焦らない、今回はもう安全で、やっぱね、危険に特攻しても、まあ、死なないですけど、アイリス、行きまーす、とそうそうそう、でスパロボが好きなので、こういうシミュレーション RPG がやっぱ好きですよね。最近本気で、まあ、ゲームというゲームもしてないんで、本当な、何しましたかね、最近ゲームプレイして、まあ、ドリームキャスト、この今ドリームキャストプレイ動画、まあ、実況プレイ動画ですけど、おー敵が、うわマジっすか、マジっすか、うわ勘弁してください、出てきちゃうけ、うわやばい、アイリスが、おーアイリスが、一応防御してますけど、まあ、どうぞ去っていってください。そうでございますか、カンナ君、じゃあ攻めるか、まあここはアイリスに任せましょう。最近近況ですよね、最近プレイしたこのドリームキャスト以外でのゲーム、あプレステ3ですかね。ああ、そうそうそう。そう、最近って言っても、もう2ヶ月ぐらい前ですかね。行こうぜ、隊長！スト4、ストリートファイター4のアーケードエディションですね。購入して、まあ、ちょこちょことプレイはしているんですよ。実際、私、スト3は全然タッチしてなくて、自分が一番、ゲームで盛り上がった時代が02なので、まあストリートファイターに限ってはですけど、まあ、それ以外では、まあ、キングファイターズとかもやっていたんで、ありがとうございます、こっちの方はいいんですけど、アイリス君が攻められすぎですよ本当に久々に、なんかスト4のあれですね、全国大会みたいな動画を見てから、もうちょっとやろうかみたいな熱がまた入りましておっと防御ため、ちょっと川を一回やめようかな、これクリティカルなんですね、倒せないか、いった、よし防御、カバーを一回やめましょう、ゲージ貯めましょう、通常攻撃倒せないかな、おー倒せない、まあ残念、おーおーやばい、大神くんが死にそうだ、おやばい、わ大神くん死にそうです、あ大神死んだ、うわまさかのゲームオーバー、
うわー、ちょっとまあゲームオーバーになったんで珍しいですね。私ゲームオーバー、まあこんなゲームオーバーになるとこういう映像になるということになりますんで、開くんだろうみたいな、ちょっと今回負けてしまいましたんで、ここで一回動画を切らせていただいて、編集させていただいて攻略手前まで持っていきたいと思います。ちょっと話も途中になっていましたが、本当申し訳ないですね、話に集中しすぎて敵の強さを忘れてました。とりあえずこの3つを壊せということで、壊しに行きたいと思います。ではちょっと一旦失礼して、お待ちください。